花の山とガーデンチャンネルです。えー、私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。あのー、私、先日の動画でですね、あのー、よくまあ、ホームセンターなんかにこう、こうこう園芸売り場で,ですね、あのー、行くと、まず最初にあのー、処分品コーナーに行くっていうお話、ちょっとさせてもらったんですけど、あのー、先日ですね、あのー、やっぱりあのー、ちょっとお、処分品のこの、 花木コーナーですね。あのー、言ってましてですね。あのー、こう、秋期ぐらいからこう売ってた商品ですね。やっぱこう春になってこう商品の入れ替えをするために、あのー、かなり格安で、えー、売ってたんですね。で、私そこでですね、ちょっとあのー、しくじってしまったんですね。えー、これ買ったのがですね、あのー、ポポーの木っていうのを、 あんまり皆さん知らないかなと思うんですけどね。えー、ちょっとまあ果重。果重の苗木なんですけども、えー、まあちょっとレアなあ果樹なもんですから、流通量が少なくて、えー、お値段は割と高いんですよね。で、あのー、以前ですね、あのー、関西の方の方あのー、探偵ナイトスクープっていう番組、あのー、ご存知かと思うんですけど、あのー、そこでもですね、もうだいぶ前なんですけど、あの、ポポーの木を探せっていうのを、 やったことあるんですね。だから、あの、ちょっと、ま、珍しい、なんていうんですか、果樹の苗木なんですけど、あの、私も食べたことないんですね。で、実際に、あの、見たこともないんですけど、あの、まあ、森のカスタードクリームとかって言ってですね、まあ、言われて美味しいということで、あの、まあ、たまたまその、ポポーの木っていうのがですね、その処分品コーナーにありましてですね、 えー、値札がですね、2980円ってこう書いてあった上にですね、シールで300円のシール貼ってあったんですね。これ、あのもう値段だけでですね、もう私もう舞い上がっちゃいまして、えー、あの今まであんまり、えー、そんなにあのー、頭の中にはそのポポの大きいなんていうのはあんまりなかったんですけど、その値段だけでですね、飛びついてしまいましてですね、えー 普段私もあの、いろいろ処分品コーナーで、ね、あのー、行くときには、あのー、苗の状態なんかよくこれ見て買うんですけど、もうそのときはもう値段だけに釣られてしまいましてですね、あのー、しっかりチェックもせずに買ってしまったわけなんですね。で、えー、家に持って帰ってさあ、あのー、植えようと思ってですね、買ったのがですね、えー、これ6号鉢に植わっててですね、 6号鉢直径18センチで、えー、木の高さ、これ、継ぎ木の苗だったんですけど、こんなですかね、えー、本当に小さな、あのー、苗木だったんですけどね、これが2980円で、えー、まあ、売ってたわけなんですよね。で、まあ、それが300円なので、えー、もう得、得した得したって、もう、そればっかりでですね、えー、しっかりチェックしなかったんで、家持って帰ってきて、さあ、植え替えようと思ってですね、えー、 まあ、植え替えるときに、あの、大概、こう、植木鉢の、隣、ね、隣じゃないですね。この横をトン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 って、こう、叩いて、下の方もトン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 って、こう、叩いたらですね、大概、こう、逆さまにすると、スポーンとこう、抜けるんですけど、あの、えー、スポーンと抜けずにですね、土ばっかりがボロ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 、えー、こぼれてきましてですね、あれ、あれれれれれと思ったんですね。で、えー、 なんていうんですかしっかりこう、スコップ使って、こう、掘り上げたところですね。あのー、根っこがですね、あの、ひょろひょろひょろっていうのがですね、えー、数本っていうんですかね。これ一つの束の、えー、根っこが3、4本ですかね。それがちょろっとあるだけだったんですね。で、この細いね、あのー、えー、鉛筆よりも細いこの幹もですね、 えー、この幹の上の方がですね、こう、しわ寄ってるんですよね。いわしこのしわ寄ってるってことは、お水がそこまで、あの、通ってないので、あの、しぼんでるっていうことですので、これ半分枯れかけてるなぁと思いましてですね。で、これあの、落葉してますんで、あのー、えー、買った時にはですね、あの、何にもその、真、まあ、冬で落葉してるだけだと思って、これ買ってるわけですけども、えー、 これ果たして新芽が吹くのかなと、ちょっとこれ、えー、んだ一杯食わせ物だったなってですね、思ってるんですね。まあ新芽が出ればラッキーっていうような感じなわけです、えー。余談がちょっと長くなりましたけども、あのー、今日ですね、えー、ご紹介したいのがですね、えー、これまた春上の球根でですね、あの、チューベローズというのが、えー、あるんですね。 えー、あんまりご存知ない方、えー、多いかと思うんですけど、この香りですね。このお花がこう特化してるのは、この香りですね。えー、まあ私、春上の球根の中では、この香りに関してはこれナンバーワンだと、えー、思ってるんですけど、えー、以前にもその、あの、チューベローズを紹介した、あの、本をな,なんか見てますとですね、 えー、その、えー、花の植物、花の咲く植物の中で、えー、香り一位とかなんか、そんな風にですね、えー、書いてあったわけなんですね。で、あのー、これ春上の、えー、球根なわけですけども、あのー、まあ、咲くのが、だいたい7月から8月に咲くんですけどもね。これあのー、割と、ま、お花は、ま、お上品というんですかね。 えー、控えめな、まあ、白い筒状の、えー、お花なんですけども、えー、だいたいこうあの、こう、そうですね、あの、初め、春植えて、えー、気温が上がってくると、この細長い、細多い葉っぱが、こう、株、株元から出てくるわけですけど、えー、温度が上がってくると、ピューっと、ね、長い、あの、えー、花の穂が上がってくるんですね。 だいたい80センチとかですね、えー、それぐらいまでこう伸びるわけですけども。で、あのー、お花がですね、この、二、えー、つずつですね、こう、二つでワンペアみたいな感じで、えー、つぼみがついていくんですね。で、あのー、だいたいこう、補助にこう、咲く、咲いてですね、あのー、まあうん、つぼみが、 15、6輪ぐらいから多ければ30輪ぐらいこうつくんですけどね。この2つペアになってこれお花が咲くっていうのがですね、ちょっとこう変わってるわけなんですけども。香りがですね、これすんごいんですね。あのー、えー、日本名ではですね、このチューベローズはあのー、えー、えー、っとですね、ちょっと出てこないですね。<laughs> えー 夜に香る花ですかね。えー、確かそんなやっだと思うんですけどもね。とにかくあの、いい香りなんですけどもね。あのー、えー、夜にですね、あのー、さらに、あのー、香りが良くなるんですね。今思いまし、今名前を思い出しましたけど、夜光花というんですね。夜に香る花ですね。 え、夜効果、夜に香る花ですね。そういう名前ですね。えー、非常にね、あの、夜に特にあの強く香るんですね。で、どんな香りかっていうとですね、あの、ジャスミンにこうバニラを混ぜたようなですかね。えー、まず甘くてですね、 ただ甘いだけじゃなくて、あの、ちょっとグレードの高いですね、あの、上品な香りがします。で、これ、まあ、香りで、他に例えるとですね、まあ、あの、まあ、私の印象なんですけども、まあ、日本三大香木って、日本三大香りの木と言われてる、まあ、口なしにも似てるかなっていうふうにですね、 あの、思うわけなんですけども。で、これですね。あの、まあ、よくあの、ハワイなんかではですね、この、首からかける霊に、えー、使われたりするわけですけども。これあの、もともとイギリスの方なんかではですね、えー、もうだいぶ古くからこれ栽培されてて、えーまあ、250年ほど前ですね。これま、ちょっと聞いた話なんですけど、その、 チューベローズのこの、えー、お花って、まあ、とにかく、あの、すごいい,い,い香りなもんですから、えー、まあ、その女性、女性がですね、あの、男性を誘惑するのにですね、えー、これ使ってたと、えー、いうことなんですね。で、このチューベローズのこの香りが非常に素晴らしいので、あの、香水を、このチューベローズから香水作るんです、できるんですね。で、えー 当時、その、チューベローズから作った、ま、香水、当然いい香りしますよね。で、あの、イギリスの250年前はですね、あの、変な面白い法律がありましてですね、女性が、あの、香水をつけて、それで、ま、男の人をこう、惑わせて、結婚をしてさせるっていうんですかね、そういうものを、禁止する法律があったと。 こういうことなんですね。その、まあ、香水で、え、男性を、こう、釣る、という行為は、禁止だと、そういう法律があってですね。で、その代表的なお花が、この、チューベローズだったわけなんですね。で、あの、また別のお話でもですね、あの、まあ、中ベローズ、たくさん植わってる、こう、畑ですね。そこにですね、え、男女のカップルで、え、夜に、そこを通行することを、 禁止すると、そういうですね、あの、えー、の禁止令なんかも出てたわけです。要は、あの、そこの、中、えー、ベローズの、その、中ベローズ畑なんか夜にですね、あのカップルで、えー、通るとですね、えー、その香りによってですね、男性が、えー、ちょっと、なんていうんですかね、こう惑わされて、えー、そのカップルのその女性と、 えー、もう、愛し合ってしまうと、え、いう、そのぐらいのですね、その魅惑の香りなんもんですから、えー、まあちょっとそういった面白い禁止例なんかも、え、カップルで、え、夜に、中米ベローズ畑、通行禁止と、そんなね、えー、面白いこともあったわけです。で、あの、日本でもですね、もうだいぶこれ、古くからですね、 あの、江戸時代からこれ日本には入ってきてたって言うんですけど、えー、あんまりですね、あのー、まだ、あ皆さんに馴染みが、あないと思うんですね。で、あのー、こう、温度が高い温度帯好むもんですから、あのー、なんていうんですかね、えー、まあ咲くまでに、高い温度を要すると。で、お花が終わった後ですね、 これあのー、まあ、優秀だあ優秀で、あの、球根がよく増えるんですけども、あの、増えるのはいいんですけども、あの、小さい球根ばっかりなんですね。で、あの、高い温度を好むもんですから、えー、まあ、7月、8月にお花が咲いて、十、え、一、ー、11月ぐらいになるとこれもう葉っぱ枯れるわけなんですけど、えー、この葉っぱ、 葉っぱが枯れるまでに、まあ、少しずつこの子供の球根ができて、まあ、それが太ってるわけですけど、その、えー、葉っぱの枯れるので球,あの球根の太るのが止まってしまうんですね。本来もっとこう暖かい地域であれば、えー、球根を太り続けるわけなんですけども、えー、なかなかこう球根が太りにくいので、えー、ちょっともう2年目はですね、その子供の球根、えー、お花咲かないわけなんですけど、 まあ、その小さな球根からですね、あの、まあ、1年かけて、またその子供の球根を育てていただくとですね、あの、球根太りますんで、まあ、1年で、開花球にはちょっと難しいかなと思うんですけど、2年ほど育てればですね、あの、これ、球根太ってですね、え、削になるかと思うんですけども、あの、私もですね、もう15、六6年前ですけども、 あの、二年ほどこれ育てたんですね。で、球根すごいあの、えー、親の球根の周りに小さい球根いっぱいですね、あの、できるんですけども、えー、みんな小さい球根ばっかりでですね、あの、球根が太る前に、えー、寒さが来て、えー、太りきれないっていう、もんだったもんですから、えー、ちょっと私も二年ほどで栽培やめちゃったんですけど、やっぱりその香りがですね、 やっぱり素晴らしかったですね。で、これやっぱり切り花なんかにされるとですね、あの、お部屋なんか、あの、部屋いっぱいですね、あの、香ってくれます。で、あの、このお、チューベローズのお花はですね、あの、まあ、リラックス効果があると言われてますし、あの、なんていうんですか、ストレスなんかにも非常にいいなんていうふうに言われてますので、えー、まあ、これ、 えー、お部屋にですね、ぜひ一度、あのー、咲かせてですね、えー、お部屋、飾っていただきたいと思います。とにかくね、これはもう香り、もう香りが一押しなんですね。えー、本当にいい,いい香りしてますので、えー、一度ですね、この香りを嗅いでいただきたいので、ちょっと私、紹介させていただきました。 えー、オンラインショップの方ではですね、あの、チューベローズのこれ、球根ですね、えー、販売しておりますので、えー、ぜひ見てみてください。えー、それと、本日の動画が、ちょっとでもためになったなと思われましたら、えー、グッドボタン、えー、それとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。